大阪関西万博について質問します日本共産党は8月命輝くと歌いながら建設労働者の命が軽んじられているなどの理由から大阪関西万博は中止すべきと提言しましたその世論も変化し68%の国民が万博は不必要と答えるなど厳しい目が注がれています物価高騰で国民の多くが生活費を切り詰める中万博の経費だけが膨らんでいるのですから当然ですで総理は 先日透明性を持って全体像、を示せるるよう努力すると答弁されました全体像は明らかになったんでしょうか岸田内閣総理大臣。おっしゃるように、万博については、まあ、国会においても、予算委員会においても、さまざまな議論が行われてきました、そしてその中で、さまざまな数字がこの議論されたわけでありますが、その中で、この万博準備への,この国民の理解を得るためには、まあ、透明性をもって経費を含む万博の全体像を示していく ことが重要であると、えー、申し上げましたどのような形で全体像を示しできるか内関官官,官房また経産省を中心に作業をするよう私からも指示を出しておりますできるだけ早急にお示しするようにしたいと考えています山下大輔君このパネルは新聞赤旗日曜版が政府や大阪府大阪市などの発表に基づいてまとめた大阪関西万博の全体像であります関連事業で大阪府大阪市は大阪湾に浮かぶ夢島で2025年に万博 を開催し、2030年にカジノ IR を開業しようとしていますえ。航空写真の青い部分が万博会場、深い線で囲んだ部分がカジノ用地です。万博会場とカジノ用地は隣り合わせとなっております。この夢島という場所は、大阪市から出るゴミの最終処分場、また建設残土や春節土砂の処分場として作られた人工の島です。ここで万博やカジノをやろうとすると、アクセスのための鉄道を通し、駅を作らなければなりません。高速道路も作らなければなりません。上下水道も 整備しなければならないし、地盤の液状化対策や、PCB など、土壌汚染対策もしなければならない、パネルに示したように、それぞれ何百億円、何千億円とかかる事業となり、全体像をまとめると判明しただけでも、1.2兆円を超えます、総理、透明性をもって全体像を示したら、こういうことになるんじゃないですか岸田内閣総理大臣、ご指摘の資料、お示しいただきました、ちょうど内容について、これあの、精査しなければ、評価、判断は難しいと思います。しかしししか政府において先ほど申し上げましたように 全体像をどのような活発で示すのか内閣官房経産省を中心に検討をさせます山下芳生君政府が検討しあ精査しないから新聞は方こういう精査をいたしましたでこれね万博だけを切り出して全体像を示すことはできませんなぜなら万博とカジノ ir は一体の開発だからですここに作る鉄道も高速道路も上下水道もこれは万博もカジノも両方使われることになるんですだから全体で1 2兆円を超えることになるんですよこれ私たちのこの資産をねそれでは否定することはできませんでしょではどうして万博 万博ととカジノがここのの夢島で一体にに開発されることになったのか大阪のカジノと万博の誘致を巡る経緯をまとめました2014年大阪府市がカジノ IR 誘致を夢島を軸にする方針を決定します2015年大阪府が万博誘致構想検討会を設置しこの時夢島案はありませんでした同年末に当時の安倍首相菅官房長官橋本徹元大阪市長松井一郎大阪府知事が忘年会をやりますこの忘年会の席上松井氏は総理にお酒を注ぎながら 一生懸命万博の持論を展開した菅ちちゃんちょっとまとまめてよ安倍氏のこの一言で大阪万博が動き出したと松井さんの著書の中で記されておりますこの動き出した大阪万博の会場をどこにするか検討会では夢島はアクセスが悪いとして候報地から外されていましたところが2016年万博基本構想検討会議で松井知事が突如夢島会場を提案しますこれで万博も夢島を会場することになり 2017年の立候補要命、2018年の25年大阪万博決定と続きます、総理、カジノ誘致とセットで万博も夢島に誘致した、だからインフラ整備に莫大な事業がかかることになった、違いますか岸田内閣総理大臣。IR 整備は、これは万博とはこの別のプロジェクトであり、これ引き続き IR 整備法等に基づいて、適切に対応していきます。そしてて大阪関西万博のの会場を夢島ととするこここについてはこれはれ 予算委員会でもたびたび議論があったと思いますがそれまでその開催地についてさまざまな議論がありましたが2016年に有識者大阪府市経産省経済団体等で構成される2025年万博基本構想検討会議において 決定されたものであると考えますまあいずれにせよ万博事業の実施主体である万博協会それを監督する立場にある、まあ、経済産業大臣こうしたまあ関係者が協力する形で費用抑制など会場整備に向けて万全を期していきたいと考えます山下芳君、ね、総理も言うように全く別のプロジェクトなんです全く別のプロジェクトなのにどちらも同じ夢月島会場となったのはどうしてかこれを問っております、えー、総理の言われた紹介された2025年万博基本構想を検討 会議私、議事録持ってまいりました、ここでですね、委員から問われて、事務局がこう言っております、夢島は要は知事の思案ということで、知事の思いということで、この場所でできないかということで、お示しをした場所でございますと、こう言ってるんですね、つまり候補地から外れた夢島が復活したのは晩、カジノを推進する松井知事の思いからだったという説明を事務局がしております。委員長大阪万博の会場が夢島にに決まった経緯について 透明性を持ってわかる資料を党委員会に提出することを求めます合刻理事会で協議をいたします山下芳生君 BIE 総会で25年万博の大阪開催が決定した翌日ある祝福メッセージが発表されました当時夢島のカジノ事業に参入したいと手を挙げていた米大手カジノ事業者ラスベガスサンズのメッセージですラスベガスサンズは2025年大阪関西万博の開催を心よりお祝い申し上げます大阪関西万博は 大阪が掲げる統合型リゾート、IR カジノの計画と密接な関係があります。いずれも建設地は夢島であり、公共設備やインフラを必然的に共有することになるでしょうと、こういうメッセージですね。カジノ事業者自身が、この万博はカジノ計画と密接な関係がある、公共設備やインフラを必然的に共有することになると語っています。総理、ここに狙いがあるんじゃないですか。廃棄物の最終処分場だった夢島 一,一人住んでいない夢島に、カジノ事業者だけがやってきても、鉄道や道路、上下水道などを作ることはできません。しかし、夢島に万博がやってくれば、そうしたインフラを公共事業として整備することができる。だから、多くのカジノ事業者が万博誘致のオフィシャルパートナーとなり、誘致が成功したら、祝福メッセージを出すんです。総理 そう考えるのが自然ではありませんか吉田内閣総理大臣あの関係者のやり取り等については、私は詳細承知しておりませんが、先ほど申し上げたように、IR 整備。これは 万博とは別のプロジェクトであります国としては引き続き、IR 整備法等に基づいて適切に対応してまいります。今、ご指摘のような経緯等について、このご質問があるんであるならば、ぜひ、経産大臣をはじめ、関係大臣を委員会においてお呼びいただき、今となった別の委員会等も活用していただき、確認をいただきたいと思います山下良君。最高責任者の総理に確認するのが一番なんですよ。 あのさっき言いましたけど、カジノ事業者が万博とカジノは密接な関係があると、自分で言ってるんですよで、これはカジノ事業者だけの動機ではありません、大阪府、大阪市も、府民や市民の過半数が反対しているカジノ、民間ギャンブル施設のために、それだけにインフラ整備はできません、しかし、万博のためとなれば、国と一緒に堂々と税金を投入することができる。先日 日本維新の会の馬場代表が、万博から IR というレールが引かれていて、そこは惜しみなくお金を出していくと述べました。分かりやすい発言です。大阪万博を主導してきた政党の代表が、万博とカジノは一体であることをレールが引かれていると、分かりやすい言葉で語っています。だから惜しみなくお金を出すと正直に語っています。しかししかか万万博博ははは一時的なイベンンントです開催期間は半年しかありません総理は万博終了後パビリオンやリオやグ上の大屋根が どうなるかご存知ですか岸田内閣総理大臣委員会でのやり取りを私も聞いておりました、えー、基本的に、まあ、撤去するということであると承知をしておりますがさまざまな議論があるということも予算委員会のやり取りの中で発言があったと記憶しております山下義君 <laughs> その通りなんです万博が終わったらこの場所ではパビリオンも大屋根も全部撤去することになります一区一本残してはならないという場所なんですね一方カジノは 未来へを営業を続けること IR については、国土交通大臣が、えー、所管大臣だと承知をしております、えー、その経緯等につきましては、ぜひこうした担当大臣に確認をいただきたいと思います山下芳君担当大臣に聞いてもね、ごまかすばっかりだから、もう総理に聞いてるんですよ。経済効果っていうこと、よく言われますけれども、IR の利益の大部分は、8割以上はカジノです、すなわち賭博です。国民の懐から巻き上げてておいて 経済効果も何もありません、ギャンブル依存症で不幸になる家族を増やすだけなんですね。BIE の規定によれば、大阪・関西万博を中止した場合の補償上限額は、来年4月12日までなら349億円、今なら大屋根の建設費と同額で中止できる、それを過ぎれば835億円に倍増しますすす総理リーダーダにに求められるののはは決断で冬冬山登山山登引き返す勇気がが大切冬の山という格言があります。 リーダーの優柔不断で国民を遭難させるようなことがあってはならない、万博もカジノも中止を強く求めます、いかかがですか岸田内閣総理大臣万博も、そしてカジノも、えー、あ失それ、IR も、失礼、IR も、はいえー、あもうともにこの法律に従って、この取り組んでいくべき課題であると。 認識をしております共に中止をするということは考えていないと承知をしておりますご視聴いただき誠にありがとうございますよろしければチャンネル登録お願いします